じゃあこんにちは、豊さん、はい、ちょっとね、あの岡田監督、今コーチ陣とちょっといろいろ連携取れてないまああるよ、いろいろな、うん、あるそういうことはある。まあこれあのヤクルト戦、あの5対1でもう勝ったなと思っていた8回裏に大逆転を食らって負けた試合。俺も勝ったと思った。私も勝ったと思ってましたあれ、あの桐敷投手から8回裏は行ったと思うんですけれども、うん、まあちょっとピンチを広げ、その後出てきたピッチャーが漆原投手打たれてしまった、そして岩崎投手も出てきた打たれたという形で、まあちょっと最悪な終わり方をしてしまったんですが、あの日の、まあ、一問一答というか囲みの時に、いやいやいやとブルペンで作ってたのが実はあの時島本投手だけだったと。で島本投手、いやいや連続では行かせられないよと、これちょっとブルペンコーチどうなってるのということをポロッと口にしてから、まあそうだな、まあね、いろいろ伝達ミスもあるよ。あるんですか？いや、あるある、やっぱね、各球団ね、うん、そういう時はある、うん、ただ神宮で会っちゃいかんな。そうですよね。なぜかというと、はい、外にあるからね、ブルペンが、うん、で見える位置にあるから、はい、誰がやってんやって一回覗けばいいだけの話だから、岡田監督が、うんうんうん、だからそれはまあそのブルペンコーチと、はい、まあベンチにいるコーチも、うん、やっぱ誰がやってんやって確認しなきゃいかんし、はい、だからそれは用意周到にやらないかんことだと、まあ、思うけどね。そうですよね、うん、であの時に漆原投手ではなくて岡田監督はゲラで行かせようと思ったと。でブルペンに言ったら、いやゲラできてません、ゲラも今崎投手もまだ軽めしかやっていなかったと。だからね、そのピッチングコーチとブルペンコーチっていうのはゲラはセーブシチュエーションだとか、うん、はい、やっぱ 3点差以内だったら岩崎と使おうかなっていうふうに考えてたと思うんだけども、うん、はい、まあ、使うと思ってたんだろうけども、うん、4点という微妙な点数がさなんかそうさせたのかなという感じがするよ。まあ、今ブルペンコーチ、まあ、久保田コーチされてますけれども、ゲラとこの回ゲラと岩崎投手はないだろうと。あのね、うん、シミュレーション的にはそのゲーム前に1番手の左はお前、2番あの右の1番手はお前とか、うんうん、大体こう分かってんだけどもね。ただ4点という微妙な点が勝ちパターンでいくのか、はい、完全なる勝ちパターンでいくのか、うん、それとも普通勝ちパターンで投げてる中継ぎだけを使っていくのか、うん、っていうことが微妙だったんだと思うよ。ちなみにじゃあ1番手の右左っていうのは、まあ、逆算して、投げさせていくと思うんですよね。最初に結構重こう軽めのやって、で行く直前にやってっていう、大体イニング的には何回ぐらいから1番手の右左っていうのはブルペンでちょっと投げ始めるんですか？で先発の出来だよな。うーん、あの時西だったでしょ。 はい、で西は完投能力もあるし、はい、まあ、ビシビシ行ってたじゃない、はい、だからまあ6回遅くても6回はあ、まあ、早くてもか、うんうん、早くても6回ぐらいから行く準備はできるよね、うん、あの日西5回は絶対投げると思ってるから、ね、6回途中とか、あの日西勇輝投手の次っていうのが確か石井投手が1人行ったと思うんですけど、はい、ということはまず石井投手とかあたりからがじゃあ5回6回5回ぐらいからちょっとブルペン動き出すっていうかね、うん、まあ、5回ぐらいからこう徐々に作り始めてると思う、うん、ただ岡田監督は島本投手はもう投げさせる気は全くなかったと言っていたのに、ブルペンで投げてたっていうこの連携はどうなっちゃってる？いや、その連携はだからシミュレーションが、うん、だ途中で崩れてんじゃないかなと思うよ。例えば6回7回、はい、飛ばしたらもうお前はいらないっていうピッチャーもいるわけよ、はいはい、あ8回9回になったら、8回9回はお前らで行くと、はいはい、7回通過したら、うん、あ今日はもう休んでいいよみたいなのもあるわけ、うんうんうん、いやだからそこら辺が島本はどうだったのかっていうのは分からないけどもね、はい、岡田監督、うん、例えばもしもう今日は全く使う気なかったと思うんであれば、もうベンチから入れないで休ませるとか、まあ、それが一番いいよね。ね、混乱起きなかったですよね。そう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 。ただでもブルペンは島本投手も行く想定でブルペンは行ってたってことですもんね。そうなるとだから桐敷は悪かったからじゃない、うん、そうですよね。あのまた左が来たら島本でっていうふうには思ってたんだよ、ね、だから岡田監督の中ではもう右も左もゲラで行くっていうふうに考えてたんだよ、ね、で
あの場面、桐敷投手ピンチになった、電話した、多分、まあ、安藤コーチがブルペンで電話したか、ゲラで行くぞ、いやゲラまだできてませんってなって、もう投手になっちゃったんですか。そうみたいなのがあるよね。おい、どいてくれみたいな、俺はみたいな、もう作ってるね。安藤さんフォアボール出しちゃったんですよね。いや、それはもうしょうがないよね。で、あのイニング、さらに最後岩崎投手も出してきましたけど、じゃあブルペンは、え、じゃあゲラ岩崎投手投げて早くみたいになっちゃってたっていうことですか。いや、そうだよ。慌ててっていうことですか。やっぱ慌てて良くないよな。あ、絶対いいことないですよね、うん、いや、だからまあそれはなるようにしかなってないという。ああいう例えばこう伝達ミスだったりとかっていうのは、そのね、たまにあることっておっしゃってましたけど、昔巨人でも伊能投手、だってお前リリーフカーに出てきて、お前違うぞって帰るやつどおったよ。いるだろ。それね、伝達ミスっていうのはあるんだよ。それあるある。で、うっかりちゃっかりっていうのがあるんだよ。例えばポロッと監督が違う名前言っちゃうとか。みたいな、俺みたいな、俺ミッキーもらえてないんだけどみたいな、それはいるよ。それが伊能投手がジャイアンツで。いや、それは、ね、それは室内の中にあるブルペンでは、うん、なかなかその慌てた状況っていうのは外から見えないけど、うん、はい、神宮は面白かったと思うよ、俺だみたいな。見えるからね。いや、それもちょっとかって顔出したらブルペン見えるから確認すれよかったよな。ですよね、変えようと思った時に、うん、もう試合入っちゃってたんですかね、打たれてる。いや、だからそこら辺は信頼してたんだよ、コーチ陣を。ああ、だから自分が思うように動いててくれてるっていうのは、それがもうとんでんがとんでもないことになったからさ、もうどんでんがじゃなくてとんでん返しになっちゃったわけですよ。いや、だからあの一杯は普通の一杯じゃないと思うよ、うんうん、それ岡田監督言ってました。いや、もうそれは思い一杯だよ。ですよね。で、あの時サードコーチャーの藤本コーチもちょっとやり玉に上がってしまって、ね、並木選手がと長岡選手のあのカットに上田選手がホーム回ってきてこうアウトになってしまったと。あんなの回したらダメだと、まあ1点ビハインドだと、1点だけだったと、で同点に持ち込めばいいと、で守備がいいと、何で回したんだっていうことで藤本コーチのことも叱責。いやいや、あれを言うか言わないかはサードコーチができるできないか、うん、これはね死活問題になるよ。もうね、藤本はイップスになる、うん、回せなくなるってこと。もうね、本当にもうね、心臓が飛び出しそうになる。ああいうシチュエーションになってくると。そうか。いや、もうあれはね、俺はね、もう回しちゃったんだったら回しちゃって、もうしょうがないと思うね。あれだけ風が強くて、はい、あれだけクッションうまく取られて、うん、長岡もドンピシャで投げてこられて、はい、あれちょっとそれったら多分セーフだよ、うん、それをああだこうだ言われて、じゃあ次に点が取れる保証があるのかっていうと、うん、それもない、うん、だからそれはもう結果論であって、それはもう藤本をサードコーチャーとして立ててるんだったら、うん、ね、もういや、お前が回しただったらしょうがないと、うん、ね、これはもうチームの負けだからいうことだよ、まあ、にしてやらないと、うん、サードコーチャーがどれだけプレッシャーかかってあそこのコーチャーボックスにおるか。そうです。ただこうやってサインをバッこうやって出してるだけじゃないから。まあ一番重要なもうセカンド来て大事な場面だったら頼むから長打打ってくれとか、あ、そう思ってるから。もうアウトかセーフかギリギリ、もうギリギリのヒッターやめろみたいな思ってるから。本当にそうか。ただね、それは伏線があって、うん、甲子園でね、万波が日本ハムとの交流戦の時に、うん、万波がファウルフライを取ったんだよ、うん、でサードランナー森下だったと思うんだけど、はい、走らなかったんだよ、うんうん、そうですね。でも完全に俺は走ると思ったわけ、はい、取る体勢も悪いしさ、うん、それを森下がクローズアップされてるけど、うん、やっぱあれはね、サードコーチャーが行けよって言わなきゃダメなんだ。 あれはサードコーチャーが行くぞって、うんうん、でもね、多分言えなかったんだと思う。アウトになったら怖い、うん、そうそうそう、万波肩めちゃくちゃ強いっていうのは、うん、もう知ってるから、はい、でもあそこから肩がいくら強くだって、うん、体勢整えて投げるって、うん、多分セーフになった。そこからの伏線があるから、多分岡田監督も我慢しきれずに言っちゃったと思う。そこまでは言わずにいたけれども、うん、なんで来ないんやって思ってたから、多分あの時の表情は。そうかそうか、なんでやねん。確かにね。あれで来んかみたいな、うんうん、確かに。あと記者の方も
そこを引き出そうと思ってそういう質問するかな、やっぱ岡田監督も、ね、つい言ってしまう。それが本来だったらこうミーティングの時にあの回しはこうだとか止めたのはこうだってそのコーチに直接言えばこう明るみに出なかったのかな。まあそうだな、公開的なね叱責になってしまうとまた信頼関係っていうのもあれですもんね。まあだからあれは俺は回してよかったと思う、うん、だって藤本の判断だ、サードコーチの判断だ、うん、俺は回せよって、うん、だってダイソーまで使ってんだ。そうですよね、うん、上田選手上田ってナンバーワンの走りは使ってるわけだから、うん、それもサトテルがねうまい具合に。そうなんですよ。でもねあの時の並木のハンターはめちゃくちゃうまかった。あれクッションボールですよね。最初は取りに行ってんだよ、うん、でこれダメだと思って、うん、パッと反転してそうそうそうクッションを取ろうとして、うん、そしたらピタッと返ってきて、うん、ほんで長岡にいい送球した、うん、長岡もまたいい送球をした、うん、もうヤクルトの褒めるしかないんじゃないか。もうこうなった相手あっぱれっていうところです。あの時に守備変えてるんですよね。変えてるし、うん、サンタナにダイソーを変えて、そうそうそうで長岡のツーベースで一塁から直ホームにしてるんだよ、うん、でそっからやっぱ流れはヤクルトなんだよ。だ本来レフトってサンタナじゃないですか。あれサンタナじゃなかったら、まあ、回して結果セーフだったりしますけど、あそこに並木選手だったっていうレフトがライトじゃなくてね、うん、っていうのももうなんか来てましたね。いややっぱりそういうね勝つ時負ける時って、うん、やっぱそういうことがあるんだよね、うん、だからあれをさサードコーチは攻めても仕方ないよ、うん、でもね攻めたくなるのは分かる、うん、それまでに系投とか失敗してるからそうだ、いや本当に8回裏にね。それと岡田監督が昨年までやってたことをヤクルトにやられたから悔しかったって。え山田が残ってんのに左行くみたいな、うんうん、岩崎行くみたいな、うん、そのままでもよかったんじゃん竹岡で勝負してもって、はい、でも左岩崎を出した瞬間に山田哲人って代打を送られて決勝タイムリー打たれてるわけでしょ、はい、だからこれは昨年の岡田監督がやってた野球なんだよ。うわだから余計なんだよ。イライラもうイレッレイレッレしてもう本当にそうですよ。おーん言って言いまくったと思うよでしょうね。多分パン屋根も飛んでったと思いますよ。パン屋根ピーってなってるなってたと思います。いや本当だからもう5対1で勝ってたし、ね、雨中で1試合なくなっててのあれもし勝ってたら1勝1敗で引き分けてたのぼーっとした連敗だからな。そうなんですよ。っていうのもやっぱりあってのいろいろなことがこうなっちゃったのかなっていう、まあ、まあそうだね、ありますよね、まあ、あとはその森下選手ね、苦言呈していてこの前もちょっとねサンタコだったのかな、まあ、それに対してもそりゃそうよと、ほらほうよと、あんな振り方してたらと。いや森下はね、森下の形を持ってる、うん、振る、どちらかというとカリステに近いんだよ。へー、いや、バットのスイング軌道が。あ、そうなんですか。いや、そうよ、だから自由にさせたいんだよ、あんなのカリステみたいにね、みたいに、うん、あれを教えようとするからいいよいいよって、その形でどうやるか、ベストはどうなのかっていうことを見つけてあげればいいけど、うん、形を変えようとすると多分ね、うん、森下は拒絶反応を起こすと思う、うん、全くフォーム変わってないですもんね、うん、そうそう、うん、いやだから俺は森下の形っていうのは全然俺は悪くないと思うんだよ、うん、ただ言われることによって迷いが生じておかしくなってると思うんだよ、うん、だからまあ後輩かばうわけじゃないけども、はい、俺はあれでもあの形でベストの形を持っていけば、うん、あの形の中の、はい、俺は打てると思う。その岡田監督がおっしゃってるのがそのあのバッティングフォームにしてももうホームランしか狙ってないやんみたいな。いやそんなことないよ。それはないんですね、うん、でもホームランしか狙ってないって、うん、ホームラン打ってくれたら助かるだろ。まあ助かりますね、チーム的には。いやそうホームランしか狙ってないっていうんじゃなくて、うん、縦振りって基本的になんていうのかな、ホームラン狙ってるように見えるんだよ形が、うん、でも実は違うんだよ。だからそこをねやっぱこう理解をしないと森下のバッティングっていうのは分かってこないだろうね。今森下選手の代わりに島田選手を岡田監督は出して、まあ 島田が出てた時っていうのは近本の代わりだったんだけどね。最初はそうなんですけどね、うん、
で、まあ、その島田選手が、まあ、いい守備だったりとかいいバッティングとかしてるので、もしや選手これでも島田を出しててよかったな、うん、あそうですよ、まあ、昨日の試合というか火曜日の試合ですよね。そうそうそう、そうライト前打ってな、エラー誘って先取点取ってみたいな、で守備も良かったです。いやそうそうそう、だからやっぱ出しといてよかったんだよ。あれ急に打席に立たされてもさ、うん、あんなところで打てないと思うけど、はい、まあそこで打つっていうのは、うん、岡田監督が使ってたからだよね。確かにそれはありますよね。それは良かったと思うけど、ただこのままだとどうなんですか、まあ、スタメン。このままだと森下さん、いやいや森下はだからその自分を理解させるにはもう打つしかないんだよ、うん、そうなんですよね。だからそれに焦ってるし2年目だし、うん、それはね何もかもスーパースターじゃないからできないよ、うんうんうん、だから周りがやっぱもう少しあのバッティングフォームに対して理解力を深めることの方が、うん、俺は立ち直るにはそれが一番の早道かなっていうふうに思うけどね。それには例えば一回ファームに行って何かファームに行ってそれを理解できる人間がいりゃいいけどさ、多分岡田監督から二軍のコーチに伝達が行ってしまえば、それはフォームは固くなに違うものにさせられる練習はするだろうな、ね、そうですよね。いや俺は豊さんだったら、豊さん現役の時にフォーム自分はこれでやってるのにコーチにこうしろああしろって言われたことっていうのはありました？いやそれはあるよ。それってどうしてました？無視だよいやそれはそうだよ。聞いてるふりはして、それに 聞いてるふりもしない。しなかったのかいやだから強かったからあそうかいやだから何言ってんだこいつみたいな、そんな感じだったよ。でもそれでもその豊さんはその自分のフォームでも結果が出てたから、それで証明出さないと言われると思ってたから。森下選手も本当はその心の心意気というか、これで結果出してもう見返してやるみたいな、まあ、見返してやるっていうよりも、うん、まあ、喧嘩する必要ないからさいやだからもうとにかく口を黙らせるには結果を残すしかないんだよ。それを正当化するにはもう打つしかないんだよ。今あのフォームで打つにはどうしたらいいんですか？どういうことが足りないんですか、森下選手に。今ね、ポイントがちょっと狂ってる。それと、里出るとよく、里出るの時に言ってたけど、縦振りが、うん、腕は縦振りなんだけど、回転してるから、縦振りと横振りが同時に来てるから、はい、それ縦振りをするんだったら、縦振りの体の回転をしっかりしなきゃだめ。じゃないと体が開きながら縦振りするからおかしいことになる、うん、あだからあの動作が連携してないってことですよね。そう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 、それだけの話だ。あ、うん、でもそれを多分誰もコーチの方はおっしゃってくれないと思うんですよ。いやそれは分かんないけど、うん、あのカリステは、ね、縦振りのままいけるんだよ、うん、あそうか、うん、だから俺はずっと期待感を持って見てるわけ。だから森下はカリステを見るといいなるほど、森下選手もし見てたらカリステをぜひ、うん、いや絶対いいと思う俺は。カリステ最高だからいや打ってますからね、うん、そうかそうか、やっと信頼してくれてな、カリステ、ね、4番で4番だ、びっくりしちゃったもん、うん、こっちがドキドキしちゃった。そうですよね、1番でよかったのにって、うん、そう1番でよかったら4番みたいなそうですよね。でもカリステはどこの打順でもどこのポジションでも頑張ってますね。そうそう、いやだから森下はカリステみたいになればいいんだよ、うんうん、縦振りで体もフォームも縦振りのフォームをするで、ポイントがねあのやっぱりね、ある程度ね、森下の場合は前じゃないと打てないんだよ。あ、前なんですね。そうそう、それをね、うまく右に打とうとかしない方がいい、うんうん、カリステは全部センターから引っ張りにかかってるから。あ、そう、うん、それが崩れないから打てる、はい、だから結果もセンターから左に特にヒットとかホームランが多いはずだ、うん、右にはね、たまにしか打てない。あ、そうなんですね、うん、狙った時とかね、うん、そういうことでいいんで、うん、だからそれを徹底してやると森下は打てるという、うん、なんか今のままだとちょっと迷宮入りしそうで怖いですよね。なんか言われすぎるからな、うんうんうん、だから中央の時も言われてないんだよ、言われる大学じゃないから。そうですね、とにかく飛ばせそうそうそう、行けみたいな中央スタイルですもんねそうそうそう、だからちょっと違うんだ、早稲田とは違う。その前に伸びしろいっぱいあるから
あ、逆にね、そうですよね。そっちをね、なんかいい方伸ばしてあげるっていう方向に向いていけばいいですけどね。まあ、ちょっとね、今回はちょっと阪神の話題、はい、最近のトピックスから取り上げましたけれども、はい、ちょっとね、なかなか勝てたり勝てなかったりっていう試合も続いてるので。そうだ、まあ、でもね、打線はね、上向きになってきてるから、うん、オールスターまでに、うん、まあ、5つぐらいの貯金があったら後半面白いの。そうですね、勝負になるな、十分に、うんうん、あとはね、あのコーチ陣と岡田監督 の、 あのいい連携ができればいいですね。まあそうだな、まあ、でもサードコーチはやる以上さ、うん、もう腹くくってやるしかないから、うん、ね、藤本頑張れよね、本当に。そうです ね、 あの子はね、うん、ものすごいいい子なんだよ。そうなんですか。だからものすごい気にするから、もう心配でしょうがないけど、そうか、今度会った時には、なぜなぜしとく頭、慰めてあげてください。はい、そう、それで豊さん、はい、最近あの豊さんのヨン様の、はい、写真を使った記事が少ないんですよ、投稿が。あ、そう。みんなあの、ね、各記者の方、はい、ぜひぜひあのヨン様 の、 あのマフラーして、マフラー、ね、ちょっと時期的にマフラーはな、暑いか、ただあの坊主の織田本はやめろ。あれはやめてくれ。織田本はやめてくれ。嫌だ、いや、ちょっと嫌だな、うん、あとベイスターズの時のね、コーチしていた時の、あれはいいかも。あれいいですよね。ぜひね、あれかヨン様の写真を使っていただいて、あのこの YouTube、そう、ね、動画出してますか。そう、1日ね、2本、それから3連戦の振り返り、頑張ってるので、豊さん、ぜひヨン様見たいな。そうだな、うん、織田武道さんはいいので、ちょっとね、写真はね、うん、ヨン様の豊さんの写真をね、あの持ってる記者さん、ぜひあの動画の内容とともに、ね、あの記事にしていただけると我々も励みになります。はい、ここでもね、あの記者さん、そんな YouTuber いない。そんな記者に取り上げてくれ て、 取り上げてくれって、普通はね、引用やめてくださいよって。 うちは逆なんですよ、切り取りやめろみたいな、ね、うちは逆にどんどん使ってください使えみたいなね。その代わり織田本はやめろ、そう、その代わり織田本贅沢言うなよって。そうなんです、ぜひね、あの切り取り引用大歓迎ということでね、あのヨン様の写真を使って記者の皆さん、ぜひ取り上げてください。